レース玉川第12回クイーンズクライマックス、最終日の水面上は残すところ優勝戦2個レースのみとなりまして、まずは G3 シリーズ優勝戦の11レースが開始されました。ファイナル進出を決めた6強は1号艇西橋奈美、2号艇魚谷香織、3号艇池田博美、4号艇細川優子、5号艇中村かなえ、6号艇岩崎芳美、以上の6選手です。待機行動目立った動きはありません。さあターン幕付近にはパワフルな走りで駆け抜けますシリーズリーダー1号艇西橋奈美です。その後方にはここまで2勝オール3連隊、そして3連勝でラスト決めるかという2号艇魚谷香織です。さらに後方には3号艇の池田博美、第1回大会を制しております池田、11年ぶりのシリーズ戦制覇となるでしょうか。引っ張っていったのは4号艇の細川、今年のシリーズ戦選出順位トップの意地を見せたいところです。5コースには地元初部位なるか、デビュー初部位かかる中村です。6コースには6号艇岩崎、水の上でも今節を盛り上げております。さあ以上6名第11レース、まずはシリーズの優勝戦です。スタートまで10秒を切りました。新体系インコースから123ダッシュが456です。まずは5番の中村がトップスタートを切り取ります。しかし4番の細川が壁になっていく、そして3番の池田がマクローフリン西橋を受け止めました。スタートの方は前提正常でした。1番の西橋がこらえました。3番の池田外攻め、あと一歩の1番3番体制、そして2番の大谷か6番の岩崎か4番の細川か後ろ混戦です。3番の池田が全速でそんな後ろ突きをかわしてトップまでは届きません。1番の西橋先頭キープ、先頭は西橋でも追ってまいりました。2周半目に移っています。1番3番の体勢を追いかけて3番手の混戦からは4番の細川抜け出しつつありますが、まだまだ内から2番の大谷くるく旋回、4番の細川握っていく、内で突っかえているのは岩崎です。さあ3番手4号艇細川のまま2周バックまでやってまいりました。そしてこの間に先頭と2番手の定間はだいぶ間隔が空いてまいりました。今度2番手3番手の定間縮まっているようにも見えますが、このラインターマーク3番の池田に対し小回り4番細川、ここはチャンスなく体勢はそのままで最終周回へと移っていきます。上位の体勢は1番3番4番、これを追っていきましては2番の大谷、そして6番の岩崎、最後方5番の中村と続いています。3周1マーク、先頭から1番西橋、3番池田、4番の細川と回って最終バックまでやってまいりました。トップ放送は1号艇の西橋奈美です。シリーズ戦初塁ということになっていきそう。今年3回目の優勝、そしてこの玉川2度目の優出にして初塁、通算では5回目の優勝が叶いそうです。先頭から1号艇3号艇4号艇と理解した第11レース、まもなくゴールを迎えます。まずは先頭グリーン船、1番の西橋ゴール、そして3番の池田ボーリン、4番細川ボーリン、後方2番の大谷、6番岩崎、5番の中村ボーリンです。以上第11レースクイーンズクライマックスシリーズ優勝戦でした。